何日ぐらい日ラボやったんですか。今年？はい。ああ、そうですか。よくスキーを踏めっていうじゃないですか。踏めっていう言い方する方いますよね。で、僕はそうじゃないなと思ってるのは、ピスラボにしても、普通のスキーにしても、特に柔らかい板で、抵抗があるところ、それから人工雪ですごくグリップするところ、ピスラボで思いっきり研いだときにちゃんと引っかかるところ、そういう時に、角付けされた時に、踏めって言って踏もうとしても、何も抵抗もらえない。その踏むっていうのはこういうイメージになっちゃう。スキーって違って、結局自分で角付けしたものをもうちょっと外力に耐えるものだと僕は思います。で、ワールドカップの選手ももうこういう負荷のかけ方をして、スクワットするのもこういう斜めからのスクワットとかね、そういうことをやってて、何もない状態でこうやってやっても結局その地面から上がる力しかないんだけど、横からの力を与えることによってスキーと同じ遠心力に耐えるのをその筋力につけることができる。で、沈んだ時に踏むんじゃなくて、伸ばした時にいかにそのスキーが支えられるか。だから荷重するんじゃなくて、僕は支えるっていう字書いて、自由にまたって書いたら支えるって言ったんですね。始終だと思って持ってきたと。で、だん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 外力が来れば、外力が来るほど体が傾いてきて、で、次に行くのは自分から動いてあげようとするんじゃなくて、外力を引っ張られることによって体が立ち上がって、次に、これがスキーだと思ってる、うん、だからあまり体からこうやって先行したり、お尻からこうやって先行したりすると自分の軸が崩れた状態で切り替えるから、ターンに入った時に力がもらえないね。しっかり外側でここからまっすぐの軸でもらって、しっかりまっすぐ立って次のターンに行く時もしっかり軸で行く。そこが一番大切なことです。で、もちろん早くターンをしなきゃいけない時はゆっくりの動作ができないから、よく他のコーチたちは急ぐために倒せ倒せっていう言い方をする方々もいるけども、まずはベースの中で自分の基本の中で軸からしっかり立って軸に行くっていうことがまず大事になってくると思うんです。で、もう一つはスキーって今もう昔、僕らが高校時代の頃は
口にパンチ入れられるようにしてこう。で、この太ももは低くしないんだ。低くしたらダメ。そのまま曲げて溝打ちパンチの手前、それからケツ上げてゴーグルの上から見るっていう感じ。そう。なんでクローチングでこうやって低くしたらダメかっていうと、こうやると胸が上がって風はいっぱい受けるの、実は。で、足を高くして頭を低くすることによってこっから空気が出るの。それとスタンディングで滑ってる時と同じような筋の使い方ができるの、足がね。だからワールドカップ選手のクローチング見ても足がしっかり伸びてケツ高の頭下げっていうのが多いから、これからまた見てみて。いきますよ。このままいきます。